まだここまで残ってるから一杯目でいっぱいになってんじゃねえようまいこと言う。はい、あ、はい、見せつけましたね見せつけた。いいね、いい見せつけ方したね。おかわりいただきます。コーラが、はい、どうぞ。コーラがあれば全然十分です。おー、いきましたね、シシレモンね。ようやくの2杯目。少な、少なジョボジョボ。え、次入れて飲めなかったらあれだなと思ってびっくりした。おチョコで飲めるぐらいの量しか入れてない。どうせおチョコ持ってこうか。いいいい、なんでちっちゃい。いやいや大丈夫大丈夫、ありがとうございます。これさ、いやもう普通に喋ってるよね。いいよ、普通に喋ってていいよ。え、分かった。え、じゃあもう先に行った方がいいでしょ。じゃあ、あ、もうなんか出さない方向で行く。え、いや、出す方向で行くってことでしょ。もうこれはもう、だってもう声入ってるんだからさ。これが例のやつか。はい、せーの、猿山よもやま話。はい、どうも皆さんお疲れ様です。猿組サイガシのこと東野豊です。そして、はい、馬場健吾です。そしてチューピーこと田中純平です。誰だお前は。本当に誰だよ。誰なんだよ。ありがとうございます、呼んでいただいて。いや、違う、待って呼んでいただいてじゃない。違う、その前でまず自分の紹介を軽くでいいからしてくれ。もともと、あの、ガシのこと、東野豊さんと、馬場健吾さんと、はいはい、一緒の、はい、まあ、役者で、いろいろ切磋琢磨してて、はい、はい、はい、そうですね、同期ですね。同期でやらせていただいて、はい、もう今は、役者辞めて、はい、普通に保育士として働いてます。はいはいはい、そうですね。もともとは、あれだったもんね、声優さんやってたもんね。やってましたけど、はいはい、もう今は。今は一般の方です。一般の方です。はい、なんですけれど、あの、彼が、あの、連絡くれまして、俺もラジオに出せと。その言い方したら、その連絡すれば出れるダメなんだ。いや、あの、なんかラジオをね、俺らが撮ってるラジオを最初から、そう聞いてくれてて、いや、それはいいんですよ、それは嬉しいですよ。感想とかもくれるし、あの、全然嬉しいんですけれど、もうちょっと今度行くから、ちょその時ちょっとラジオ出せと。あのさ、俺をキャスティングせいと。許可も何もなく来たんじゃん。そうだからさっきも言ったけど、呼んでくださってじゃないよ、お前が勝手に来たんだよ。日にちも俺が指定したから。そうだ、この日行くからちょっと行けないって収録しようっつって。だとしたらさ、それで出す五郎さんも五郎さんやで。いやいやいや、まあ、あのこんだけ言ってくれたらいいかなっていう情があるじゃん。なんかせっかくこんなにラジオ、あの、好きで聞いてくれてるんだったら、ね、いいかなっていう情があるし。うわ、もうこれあれだわ、聞いてるやつだわ、いつものいつものやつだわ。うるせえ。まあでも一応来てくれたからね、ちょっと彼の、うん、彼の話でいきたいと思ってるんだけど、ね、雑に聞くけど、なんか楽しいことあったじゃん。楽しいことか、うんうん、いやでも、うん、今その保育園ね、はい、働かせてもらってるんだけど、うん、そこがインターナショナル保育園なの。あ、はいはい、インターナショナルって国際的なって感じ。まあ普通の保育園、うん、と何が違うって、一番は、まあ、英語で保育をしてる、うんうん、声かけとかも日常生活を英語で常にやってて、グッドモーニングみたいな。もちろんグッドモーニングから See you tomorrow とかで、すごいなんか教育的。そう、教育的でっていうのも、僕がもともと海外に留学したかったの。あ、そうだよね、はいはい、そう、留学して英語勉強して始めたんだけど、うん、いや、皆さんご存知だと、まあ、あれが蔓延しましたから、ね、あれが蔓延して、はいはい、で、国境がバッチャーン、ウィーン、ガッシャーン。ちょっと待って、それ今、コナンの CM 入ってる。よかった、ありがとう。キュイーン、バッシャーン、バーン。はい、どうぞ、続き。で、閉まっちゃって、いけないと。はいはいはい、でも、英語は勉強続けなきゃいけない、でも仕事もしなきゃいけない。はい、あれ、保育園入っちゃえば一石二鳥じゃね。あ、なるほどね。ってなって、うん、まあいろいろ調べて、まあ、今のところで働かせてもらえるようになった。はい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 、はい、で、やっぱりそれをやってる中で英語って難しいんですよ。ああ、まあね、てか英会話習ってたよね。まあ習ってて、うん、まあ今もうオンラインとか、あ、そう、対面がやっぱりあんまりしづらかったりもするから、うん、オンラインでもう安かったりもあるし、うん、で、オンラインでやったり、まあ、自分で TOEIC っていうテストをあって自分で受けて、うん、まあ、実力測ったり、うん、まあ、モチベーションにしたりとか、うん、っていうのでやって、
え、ぶっちゃけどうなん、どれぐらい話せるの、なんか普通にその外国の人たちとあの楽しく雑談できるぐらいに喋れる。いやー、そこね、勘違いしてる人多いんすよ。どういうこと、どういうこと。日常生活ができるっていうのは、うん、一番上なんですよ。ああ、それが一番レベルが高いってことね。はいはい、あ、普通なんか初級、うん、なんか日常会話ぐらいで仕事で使えるレベルとか、あの、うん、仕事の専門用語話せるっていう順番って見られがちなんだけど、うん、逆なんだよここ、うん、初級、仕事、英語、上に雑談なの。雑談が一番難しい。雑談が一番難しいのよ。なるほどね。というのも、はい、仕事って使う言葉がやっぱ日本語でもそうだけど決まってんのよ、ある程度。はいはいはい、はい、職種によって。ね、店員さんだったらいらっしゃいませ、ありがとうございました。定型のものが決まってる。定型のものが決まってるし、はい、あの、まあ、あるから、マニュアルが、うん、それを覚えれば、まあ、ある程度仕事にはなるわけです、うん、でも、雑談って、うん、そもそも何もないから。そうやな、相手によって変わるし、決まったものなんて何もないわけだもんな。だし、なんか崩れるじゃん、言葉も、うんうん、確かに。しっかりとしたもうニュースみたいな原稿じゃないわけですよ。だからやっぱり学習者からしたら、え、何何何って言ったのとか、え、どういう意味なんだろうみたいなのが増えるから難しさが上がるっていう。なるほどね。ちょっと言っていいですか、しっかりトークしてる。このラジオパッて聞いてきた時にやっぱり、うん、だって猿組のラジオだからさ、俺とかババアンのことをあの、うんうん、ちょっと知りたいとか聞きたいとかって思って聞きに来るわけ、ね、まあそうね、うん、誰だお前は。関係ねえよって感じじゃん。一視聴者です。そう、思い出してほしいのは、あの、俺のこともゴロさんのこともラジオの中で喋ってへんねん、ほぼほぼね。俺らがなんか適当に好きなネタだったりテーマだったりであの話してるだけだから、俺らの自己紹介なんてやってへんのよ、うん、そうそうそう。だから初めてちゃんと紹介された人物だ。いやでもやっぱり来てもらったらその人のことは紹介したいと思う。あ、まあそうね。だからこれが多分あの他の人でも一応紹介はちゃんとするよ、うん、まあこれからね、うん、誰か来るか分かんないけど、こいつがゲストいる。いやいや、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。まあある意味あの一番気使わんでいないかもしれへんけど。わ、まあ、かったわかった。逆に言うと俺らの練習にもなるんですよ。そうそうそう、そういうそういう練習台にしてくれ。そう、練習台にして、ただ聞いてる皆さんが楽しいと思って聞いてくれるかどうかはまた別だから。そこ重要だよね。うわ、もうほらもうガチのプロのプロの面になっても今そう、なんかあの声優だった頃のあの聞いてる人を意識してちゃんと喋ってるか、身内だけの内輪話になってないかみたいなこと。いや、そうなんや。結局自己満になっちゃう喋りってあんのよ。そう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 、それになってないか怖い。そうっていうのを考え出してるお前が怖い。もうだってこの場で会議始まりそうだ。そう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 ね、今の良かったとか思っちゃうもん。今違ったかな。ダラ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 喋っていい。あれ、俺何の話しようとしてた。だから 100% 人間か 100% 猿かっていう。あ、だからそう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 。だからさ、あのさ、俺自分でも思ってるわけ。猿いじりを、うん、あの、まあなんだかんだ言って求めてるよね。だよね。あの、もう俺のキャラじゃん。なんか、それを言われて、なんかそれに付随したなんかこうツッコミだったりボケだったりがあったりっていうので、もう求めてるよね。なで、自分で、チーム名も猿組ってつけてるわけだし、うんうんうん、ただそんな中でツッコミとして、いや誰が猿やねんっていう返し方ってなんか俺自分の中で矛盾してるなっていうのは前々から気づいてる。前々から気づいてる、ね、うん、自分でいろんなとこに猿ネタを入れてんのに、猿ネタ入れてんのに言われたら誰が猿やねんいう返しをする自分にすごいあーってなって、俺はまたこれは心にもないことを言って返しているみたいな。そうだから、そう、伊保さんとかに言われるのよ。いや、お前猿組やんつって、あ、はい、みたいな感じになる。弱っ弱っ弱すぎや。猿ネタでバーンっていじられて、いや、誰が猿やねんみたいな感じになって、いや、お前猿組やんつって、あ、はい。この矛盾。自分から種ばらまいてるくせにな。そうそうそう。だから、あの、皆さん、全然言ってください。僕は猿です。はい。普通の猿です、はい、なんかここにこう落ち着いたってこといいですか俺は。いいんじゃないかな。いいと思いますよ。なんかジレンマだけを感じて、
ね、ゴロさんがサルネタを求めるし、俺がデブネタを求めてるし。え、求めてんの？求めてるよ、軽くは。いや、俺今日何回も、いやお前デブやんってめっちゃ言いたい場面あったよ。言えや。いやでもさ、言えやそれは。人の容姿をいじるってどうなのっていう部分もあるのよ、こっち。猿はいじれんのにデブはあかんそう、よく言った。今、俺それを今言おうと思ってた。そのさ、何よ、結局見た目やで、その2つとも。あ、まあまあそうな、そうなのか、そうなっちゃうのか。そうそうなるよ。いやでもさ、デブってなんか本当にあんまいい言葉じゃないなって俺は思っちゃうのよね。あ、まあ、デブはね。あ、でもまあ猿はだって、そう、猿じゃん。まあ、猿は猿よ。悪い言葉でもないじゃん。そう、固有名詞じゃん。そう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 。でもデブってそのさ、人をさバカにしたその相性というかさ、うん、まあ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 、そうそう、あまり使いたくはないんだよね。そういう意味合いを持ってまあ言ってしまうと、まあそうよね、あんまり気持ちのいい言葉ではないかなって思っちゃうかもしれないけれど、いくら自分でデブネタを放り込んでるババとしても、うん、人から悪意もって言われたらちょっとへこむよ。だからそこに、そこにだから言う人の間のさ、こういうのってそのいじりになるかいじめになっちゃうかって、そこの間の信頼関係によるものじゃん。そう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 、そうでしょ、うんうんうん、だからそれはそうだと、だからお前とだから JP とババハンの間の信頼関係で、うん、あの言うのであれば、うん、別にそれは大丈夫なことだと思うけど。そうだよ、言ってこいよ、怒ってやるから、ね、言っていいの、うん、怒るかもしれないけどね。おいデブ、それは悪意ない、ね、今の悪意引っ張ったわ。あれ思ってたんと違う。それがダメだって言ってんだよ。はい、ということで、もうなんかあれだな。え、あのし、もうこの後も何回か、うん、収録はお付き合いいただけるってことで、はい、じゃあまあまあまあ、とりあえずゲストが来てくださいましたっていうことで、はい、こういう収録でございました。じゃあまあまあまたまあ JP 交えながら収録続けていきたいと思いますので、うん、皆さん、それはよもやま話、この後も今回の回も、この後もそのまた後も、うん、どん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 聞いていただけたら、絶対聞く、はい。どうや、自分で撮って自分で聞くって、もちろん出演者が演者の、いやもういや。はい、本日のお相手はガスのこと東野豊とババーンことババケンこと JP こと田中純平でした。はい、バイバーイ、バイバーイ。